甘酢に漬けておいた一晩漬けておきましたごぼうです。本当はだしまぬすに漬けたかったんだけど、なんと残念、いつも行っているスーパーでだしまぬす品切れだったので、我が家にはいつでもある甘酢じゃないや、すし酢に漬けておきました。すし酢はね、私結構好きなんで、結構何でも使うんで、失敗するか成功するかは分からないので、後でまずかったらまずかった、もう別に出ない。あ、そうです、そうです、言わなくても言うよね、うん、言うよね、うん、これで、うちもちょっとあれなんで、唐辛子、ほんで酢に唐辛子多いっていう感じだけど、もう失敗覚悟でやりまーす。なんか辛いことでもあったの？今日はね、朝から実装が忙しくて、なんと習い事に行って、その友達とぐちゃ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 長い時間、3時間もおしゃべりをして、帰りにスーパーに寄って買い物をして、で無事うちに帰り着いたら、あんた料理酒買ってきたなんて言ってみたら、あいやーっつって、もう一回スーパーに行って買ってきて、お風呂に入って、今やっとやれやれって思ったんで、あ、そうだ、これもやるの忘れてたーと思ってやり始めました。でもいかがでしょうか。午後は火が通りやすいので、もうちょっと蓋を開けました。酢の匂いがすごいね、むせるこれにちょっとお酒多めの方がいい。買ってきたお酒ね。そう、なんと小獣と言われて買いに行ったお酒をちょっとどうせ買ってきたんだから、たっぷりめに入れました。今日も頑張れよ、今日も頑張れよ。そう、じゃあとこれはね、一分取れないの味がついてるんで、あんまり入れたくないので、何しろかなりデビューの私たちは塩分も控えめでね、だったら何も食べれないよと思っているんだけど、食べます食べます、飲みます、飲みますっていうことで、お私も私も、欲しい、時短のために酢に漬け込んでおいた方が絶対美味しいし、これは酒のつまみになる。分かってないの、あなた。私は酒のつまみ以外は作りません。ご飯のおかずってより、これは酒のつまみ向きだね。これはすし酢で作りましたけど、だしまぬすでやっても同じだと思うんで、自分で酒飲みの人は作ってください。だしまろちゃんが手に入ったら今度またね、だしまろすが手に入ったらまた作ります。